ちょっとこの音楽ダメです。ダメそうですね。これはプロかな。これはジューミー。このセーファイはプロですね。ああ、めんどくさい、このマイクのこと。ちょっとまた昔のバズみたいな音でも直したかな。まあ完璧じゃないだけど、そんなに悪くない。今だから続ける。なんだ、マイクの接続何か問題あるかな。ああ、これはつまらない始まりだな。はい、昔、昨日のように、昨日の同じ、このリオン仕方。ダメ、私はそんなに遊びたくない。はあ、よし。はい、リオンです。じゃあ、これは俺のナイフです。まあ、手榴弾だけど、今回リエじゃなくて、ヴァイです。このヴァイで、私のヴァイ力は、このナイフだけで使って、みんな殲滅して、一発で死ぬことできます。すごい力ですね、このヴァイです。嬉しい、ヴァイちゃん。いつもの通りの作戦、ちょっと忘れた。ちょっと失敗しちゃった。まず、この村人を殺す。それは一番作戦。お前のお金いらない。いらない。最初に、ちょっと考えた。この階段の上、もっといい場所かもしれない。はい、いいね。一匹目、二匹目来ないか。聞いちゃった。でも人間はどこだろう。届かない。私のナイフ届けない。私の、よし、届いた。はい、はい。2匹目どこ行っちゃった。はい、来い。よっしゃ。2匹目、おしまい。次は、なんだ、ピッチフォークおじいさん。ピッチフォークおじいさんの番だ。クッディピエット。今回クッディピエット。死んだか。生きているか、どうかわからん。ひどい場所。みんなクッディピエット。このおばあさんとおじいさん、ちょっと殺す。次は犬ども。いつも通りの作戦は、この犬集まって階段のぼ、ば、と、場所で、同じようにみんなの犬ども殺します。それはいいかも。まあ、邪魔なもの、おじいさんたち、村人野郎ども、ちょっと殺しちゃったから、邪魔者もいないね。ゆっくりこの犬ども殺せるです。はい、今回いい感じですね。リエよりワイドの力いいかもしれない。ワイドの力、もっとすごい力かもしれない。そうだな。リエはドイツ語です。ワイドは、フランス語だから、フランス語の力の方が強いかな。はい、子犬。かわいい。はい。はい。ウィ。私はちょっと考えた。作戦変わりましょうか。まあ、このところ勝ったから別に はい、このくらいかな。カツの後、自己紹介します。はい。喉 まあまあ。えい、よけさ、私の場所へ。私は誰？リオンです。かな。これはリオンです。じゃあ、リオンの入り方は、この感じです。入ります。はい、入りました。
ゃあ、ちょっと食いたい。吸いたい、食いたい。わからん。じゃあ、私の入り方、マインソーで、私のおじいさんに挨拶する方、これです。この手榴弾で、はい、挨拶します。お、元気かい？はい。今回、私のバイの力で、この野郎、そして野郎の友達を全滅しよう。はいはい。もう一度、古い作戦しようか。はい。みんな集まって、村人を無視して、そしてみんな殺す。じゃあ、この長い走る時は、ちょっと、ワイドの力説明しようか。何回説明したわからないだけど、まあ、それは理由だった。これは今回、ワイドの力です。ワイド、理由よりワイドの方が強いかな。じゃあ、ワイドの力は、私は、このリオン様は、一発で死にます。そして、このワイドの力、私は、ナイフだけで使って、そして、みんな殲滅します。この村人虫、このおじいさん虫、このピッチフォークで死ぬ。ひどい。おじいさんの汚い歯見ちゃった。はい、もうあの作戦ちょっとめんどくさい。ピッチフォークやろう。ちょっとめんどくさい。最初にピッチフォークやろうと立ち殺しましょうか。この挨拶も嫌いです。はい、ようこそ。私の地獄です。私のリオン様。じゃあ、私の家に入り方は、このマインスローで、はい、ナイフです。じゃあ、入ります。この家で。よし。はい。その後、ちょっとこのハーブ食って、そして、このじいさんに挨拶しよう。マインスローじゃなくて、俺はワイドの力使いたい。はい。はい、失敗。大失敗。かわいそうな失敗、それ。はい。クプティピエット。そして、マインスローで。はい、どうぞ。そして、爆発前にクロス。クロスした。ナイフで。ナイフ立った。ナイフ立った。違反だけじゃなくて、違反でなくて。それはナイフ立った。ナイフ立ったか。くそ、失敗しちゃった。くそ。もう。そうだな。ちょっと薄かったね。今回ひどい。チャージメンです。チャージメンです。そう、最初に、このマインストは一発で、その後ちょっとカットしますか。まあいい、まあいい。はい、このくらいね。はい、私の、またこのやつでようこそ。じゃあ、まずはこのじいさんに挨拶しようか。私の挨拶し方はこれです。ああ、ハーブ忘れちゃった。今回、マジでひどい。 忘れないようにハーブ食いましょう。そして、もう、手榴弾。そうだな、俺のカットハンは、この、始めです。はい、みんな様、私は、ピンプリオンです。じゃあ、このピンプリオン様、私はじいさんに挨拶する方法は、また失敗しちゃった。もう、じいさんやろう。じいさんやろう。じいさんやろう。どうでもいいよ、構わない。じゃあ、これは終わった時期だから、終わりしまう。まあ、このじいさん別に私の敵ではないから、どうでもいい。みんな、大丈夫。よし、始まった。
じゃあ作戦はこれです。出て、入って、もう出て、逃げて、はい。まあ犬入った、それはいいかんかな。この外でこの野郎ども、この村人野郎たち殺します。フォーク、おじいさん、そして足、そしてハゲ、みんな殺し、クッディペル。じゃあこの犬集めましょうか。これは悪くない作戦ね。家に入って村人外から殺して、そしてその後この犬たち集めましょう。はい、これは攻略です。意外に別にいい方法あるかな。まあ今回マインスローの力ですね。私のワイドはいない、だから私のリエも、まあタバナのじいさん自爆しちゃった、だから大丈夫このリオンです。じゃあ安全な場所はあの階段は時々大丈夫じゃないだけど多分大丈夫かな。家に入って、犬に入って、階段に入って、はい、このくらい安全場所を倒す。みんな死ね。これは安全じゃない。逃げれる、逃げろ。こっち安全。よし、安全真ん中。階段の真ん中安全な場所。よし、2匹かな。2匹、3匹目。飛ぶな。飛ぶ怖い。この真ん中安全だと思う。安全な場所。押すな。リオン様に押すな。犬野郎ども。これは怖い場所。よし、一発、もう一発。犬、お前ら、俺の敵じゃない。ね。俺のリオン様、チェキじゃない。はい。最後の2匹。来いよ。来いよ。怖いよ。怖い。死にたくない、このリオン様。もう、二度と死にたくない。ほら、安全。安全。安全だ。安全。最後の一匹。最後の一匹。ゆっくり、ゆっくり倒した。じゃあ、残りは、ただの村人。ただの村人よ。よし、よし、最後の村人を殺して、これは終わりだ。よし。あの犬助けようか。まあ別に必要はないだけど、助けよう。はいよ。はい、犬。最後の犬倒す。よし、倒し。倒しちゃった。あとで死ぬかな。これはかなり強い攻撃、私のナイフ。このピッチフォーク GG 嫌いなんだ。まあ、あのハゲ、まあ、ハゲ GG。このハゲじゃない GG、別に。まあ、これも嫌い。みんな嫌い。みんなのムルビと、そして犬ども嫌いだ。そんな人です、このピンプリオン様。ああ、よかったね。よくやった、俺。じゃあ、犬、誰かいる？犬ない。犬じゃない。いる。よし、いいぞ。いいぞ。今回大丈夫。この隠したハゲ、帽子で隠したハゲよ。どこだこれ。え、目の前で。お、危なかったそれ。あの野郎ともどうだ。あの逃げる人たち死んだかな。あ、俺のバイチから来た。じゃあ、ワイドの力ちょっと説明しようか。このワイドの力で、このリオン様は一発で死ぬ。そして、ナイフだけ使って、そしてみんな殲滅します。よかった。来た、皆様。これは本物の終わった式です。はあ。いいぞ。まあ、終わりですね。よし。
いいぞ、いいぞ、ここで終われる。フォステネストルク。もう終わりだ。これは終わりです。まあ、久しぶりのちょっとやりましょうか。久しぶりのいつも通り。でもこれは終わりです、ね。ちょっとがっかりこのこと、あの 4人のチェーンスイロを殺さなかっただけど、ひどい今回このババ。まあいい、俺の気持ちあの時、そんなに悪くない。だからあの大丈夫、あの動画。やり直したやつはあの最初の動画だけでしたね。あれでちょっと一発で食らったあの犬でかなり上達になったね。覚醒きた。ああ覚醒だったと思った。でも終わりだ。はい、今回ちょっとよし、本物の私き。それは俺のパート1です。その後、俺の昔の村で倒したやつ、組み合わせてどんどん動画を作ります。じゃあ、これで俺は最初のチャプター1を私き作れるね。あいぞ。これは無反版というやつだな。じゃあここで動画をやめます。そしてなんだ、そしてなんだ、あそうだあのスワンプの沼みたいなところ行きましょう。